習近平恐るべし。ロシアへの経済制裁の裏でいつの間にか中国人民元が世界を折檻していた。ロシア制裁の罠。中国の人民元が国際通貨としての存在感を高めている。ウクライナ戦争を契機に中国人民元による国際決済が大幅に増加しているのだ。もちろんこれに危機感を募らせるのはアメリカである。ブルームバーグによれば、今年3月、中国の輸出入の決済での人民元の比率 48% が初めて米ドル 47% を上回った。人民元決済が最も増えているのはエネルギー大国ロシアとの間の貿易だ。西側諸国の制裁により国際金融決済網、国際銀行間通信協会 SWIFT から排除されたロシアは、中国が構築した人民元国際決済システム CIPS を利用するようになった。ロシア中央銀行は4月上旬、昨年のロシアの輸入決済の人民元のシェアが前年の 4% から 23% に急上昇し、今年もその比率は上昇していることを明らかにしている。背景にあるのは、もちろん西側陣営のロシアへの経済制裁だ。しかし、人民元の広がりはロシアだけではない。サウジも、ブラジルも、アルゼンチンも。中国は今年3月、アラブ首長国連邦 UAE 産 LNG についても人民元建てで購入することを取り決めており、エネルギー取引の分野で人民元の存在感が高まりつつある。ロシアとともに人民元決済に意欲的なのはブラジルだ。ブラジル政府は3月末、中国との間の決済を SWIFT ではなく CIPS で行うことを決定した。ブラジルは大豆やトウモロコシなどの大輸出国であることから、今後穀物取引の分野でも人民元のウェイトが大きくなることが予想される。南米ではアルゼンチンも4月26日中国からの輸入に関する決済をドル建てから人民元建てに変更すると発表している。中国が関与しない貿易でも人民元での決済が始まっている。4月28日付サウスチャイナモーニングポストは、バングラデシュはロシアが建設する原子力施設の資金を人民元で支払う予定だと報じた。中国のこうした動きにアメリカは神経を尖らせている。さらに後編記事、習近平の通貨覇権戦略が本格始動していた。中国人民元が世界で巻き起こす脱アメリカと次の戦争のヤバすぎる関係では、勢いを増す中国人民元がいかにして世界を揺るがしていくのか、歴史の教訓から世界で高まる戦争のリスクについて考えていこう。中国、反スパイ法が外国投資を遠ざける。当局の思惑抱える自己矛盾。中国内部の情報を得ることは一層困難に。当局の被害妄想は和らぐかもしれないが。中国で4月26日、スパイ行為の摘発範囲を拡大する反スパイ法の改正案が可決された。これにより中国の主要な情報が外国に開示されない最近の傾向が強化される。この動きは中国に進出する外国の企業や投資家の懸念を高めている。情報入手が困難な中国において、企業の透明性だけはまだマシだったが、それすら望めなくなりそうだ。強権的な手法は自己矛盾も抱えている。財政赤字に苦しむ地方政府が税収増と経済成長を渇望していることが外国投資家を引きつける何よりの誘因だが、こうした地方政府の利害は安全保障当局の利害とは食い違うこともある。上海や広東をはじめとした地方政府は中国経済の力強い担い手だが、国家安全保障への影響力は持たない。一方で安全保障当局は地方経済への影響などお構いなしだ。
改正案により中国内部の情報を得ることは一層困難になる。これで当局の被害妄想は和らぐかもしれないが、外国投資は遠のくだろう。中国当局が相次いで3人のジャーナリストを逮捕。改正反スパイ法成立で摘発の対象が広がる。中国の検察当局は4月下旬に全国人民代表大会、全人代国会に相当でスパイ行為を摘発する反スパイ法改正案が成立したことを受けて、日本の外交官に国家機密を漏らしたとされる中国紙光明日報編集長や、台湾の分離独立を図る活動を行っていた台湾人ら3人を逮捕していたことを明らかにした。改正反スパイ法が成立したことで、国家の安全と利益に関わる動きを幅広く取り締まるとともに、従来よりも摘発対象が広がるだけに、中国当局によるスパイ摘発の動きが強化されることが予想される。米紙ニューヨークタイムズなどによると、逮捕された光明日報の唐雄宇氏は、編集長と解説部副部長を兼務していたが、昨年2月、日本の外交官と昼食中に当局の尋問を受け、そのまま連行され、機密漏洩罪の疑いで逮捕されたと家族の証言で明らかになったという。唐氏は1989年の天安門事件で民主化運動に参加し、その後、鉄鋼工場で1年間働かされた後、北京に戻り、光明日報の仕事を続けていた。在職中に、米ハーバード大学で1年間、ジャーナリズム専門の研究員を務めるなど、改革志向であることで知られていた。唐氏は、外交官やジャーナリストを含む外国人と定期的に会い、執筆のための材料を集めることもあったことから、当局は唐氏が外国のスパイとなって情報を提供していたとみなしていたという。一方、浙江省温州市国家安全局と検察院は、このほど台湾の分離独立を図るため中国内で活動をしていたとして、台湾人男性の楊智炎氏を起訴した。楊氏は、台湾が主権独立国家になり国連に加盟することを推進することを目的とした台湾国民党の創設者の一人で、副会長兼議長代理を務めていた。また中国で台湾政策を担う国務院台湾事務弁公室は、4月下旬、台湾の出版社、八旗文化編集長の李炎賀氏が、国家安全を脅かす活動に従事した疑いで国家安全当局の調査を受けていることを明らかにした。李氏は中国遼寧省出身で中国籍を保有しており、今年3月中旬に上海に到着してから3、4日後に身柄を拘束された。李氏は家族の墓参りや病気の母親を見舞う予定だったという。これほど短期間に3人の中国、台湾人の逮捕などが明るみに出るのは極めて異例と言える。改正反スパイ法の成立と合わせて、当局が取り締まり強化に乗り出しているとのシグナルを発している可能性が強い。中国が反スパイキャンペーン、コンサルタント標的、オフィスも捜索。江蘇省のローカルテレビによれば、中国でのデューデリジェンス、適正評価と調査のため、外国投資家や多国籍企業の利用が多いコンサルタント会社を対象に、国家安全保障違反を取り締まる全国規模のキャンペーンが始まった。テレビ報道によると、同省蘇州市の国家公安当局者がキャップビジョンの地元オフィスを訪れて、スタッフの尋問と捜索を行い、一部品目を押収した。匿名の警察官からの情報として、国家機密にアクセス可能な政府機関及び国防部門で勤務する人々と頻繁に接触することで、一部企業が機密情報を違法に入手し、国家安全保障に重大なリスクが生じたと報じられた。中央政府の指示を受け、北京と上海、深圳を含む他の複数の都市でも法執行活動が同時に実行されたという。それらの都市にも
キャップビジョンのオフィスが存在するが、他の会社が関わっているかどうか報道は確認していない。一方、国営中央テレビ CCTV は、これとは別にキャップビジョンを含む一部のコンサルティング会社が国家安全保障上のリスクを考慮せず、機密に関わる業界の専門家や学識経験者を意図的に選別して欺き、内部情報を提供するよう働きかけたと伝えた。キャップビジョンは8日夜の WeChat アカウントへの投稿で、国家安全保障政策にしっかりと従う決意であり、コンサルティング業界の健全な発展を導く先頭に立つとの立場を表明した。米コンサルティング会社ベイン&カンパニーは、中国当局がスタッフに尋問を行ったと確認し、ニューヨークに拠点を置くデューデリジェンス会社ミンツグループにも最近当局の家宅捜索が入った。今年3月にはアステラス製薬の50代男性幹部が反スパイ法違反の容疑をかけられ、北京で当局に拘束された。